MPEG-X とは SDTV 向けのデジタル記録 VTR に関する規格の一つ。主に放送用、映像制作用に用いられる。スンプと 365M により D-10VTR として標準化されている。2000年にソニーが開発したものでベータカム SX を改良したものである。m p e g n に 2, 2 p m l に準拠し、 8ビットデジタルコンポーネント記録、1フレームごとに圧縮する、イントラフレーム方式を通り、精度の高い編集コントロールを実現している。音声は、16ビット8チャンネルでの記録が可能である。ビデオカセットのサイズは、ベータカムやベータカム SX と同じだが、エメラルドグリーンのボディで識別できる。ベータカム SX より、映像記録レートは高い。また、 オプションでネットワークインターフェーズボードを装着することでテープに記録された映像、音声をファイル化しネットワークでの転送が可能になる。日本ではあまり普及しなかったが SDTV の高画質化が進んでいたヨーロッパ諸国を中心に浸透している。8チャンネルの音声記録についても多言語での収録の機会が多い欧州での事情に配慮したものとなっている。 制作環境が HDTV に移行している。現在、当フォーマット機器の商品販売は終了しているが、記録フォーマット自体はズドカムに受け継がれている。レコーディング用テープの販売は継続している。ありがとうございます。